最初に会った時のことを覚えとるか。わしが鷹狩りの帰りに茶を所望した時よ。まずお前はぬるい茶をたっぷりと出した。ガブ飲みできるよう気を使ったんさ。それとも早う茶を出せばいいと思って湯が沸かぬうちに適当に茶を入れたか。それはいずれにせよ使える男と睨んだ。事実お前は有能な使じゃったわけじゃ。ところで実際どっちだったんじゃ。そういえばおかわりするごとに湯が熱く少なくなっていったが。秀吉様。三成殿、式場を落とされましたぞ。どれどれ、わしが拾うて神勢よ。ふん、そんなもの知らぬ。やれやれ、英会者にも困ったものよ。三成殿は本当に純粋な人ですね。俺が純粋？バカな。人は俺を狐と呼ぶほどだぞ。いいえ、近くで見ればすぐわかります。なあ三成殿、例の件なのですが、ここをこうした方が苦労をかけずに。老婆神からの助言などご無用に願おう。俺は貴様の助言がなくてもうまくやる。生きにくい人ですね。貴様が兼続が死と仰ぐ男か。ならば何とする。いや、無口な男だと思ってな。もっとギーギー叫ぶ物体だと思っていた。やれやれ、夜が知らんできたぞ。徹夜で話し込んでしまったな三成。お前となら話は尽きぬ。お前こそ俺の知音だ。三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近に沢山の城とはよく言った。左近、こたびの戦の働き見事だった。これからも頼りにしている。三成殿と戦うことになるとは。ふん、俺に言わせれば好機だ。この戦で雪村を捕らえ味方とする。雪村、お前の力が俺には必要なのだ。固い字で生きにくそうな御人だね。融通無下な貴様は楽をしているのか。生きやすい生き方などあるまい。ははは、どうだ、俺こそ天下の大不便者だったね。義に過ぎれば固くなるとは、貴様のことよな三成。地に過ぎれば嘘をつくとは、貴様のことだな正宗。綺麗な顔してやるようだな。何よ。気にするな、一度行ってみたかっただけだ。大谷義嗣は100万の兵を与えて指揮を任せてみたいと思う将。石田三成は人もはばかる知恵者じゃ。わしは良い家臣を持ったの。秀吉様のお褒めに預かり光栄です。秀吉様が飼われていた鶴が逃げました。いかがいたしましょうか。構わん、ほっとけ。いずれ日の本全国わしのもんになる。どこにいても庭にいるのと同じじゃろ。同志となってくれるか左近。俺の六の全部をやってもいいくらいだ。六じゃありません、志に惚れたんですよ殿。今日も一歩も外に出ずに働き詰めですか。どうしたんです、機嫌悪いですよ。そう思うのならその騒音をやめろ。これが今流行りのジャビ戦ですよ。どうです、左近の奏でる音曲は。下手だな。よかった、殿が笑った。秀吉、家康、三成。ふん、猿と狸と狐が
鬼退治に気を負ったか。お言葉だが、タヌキもキツネも鬼退治はせぬ。三成、相変わらず敵が多いか。意固地で生きにくそうだな。貴様とて同じだ。自分が正しいと信じた道を突き進むには生き方が勢い、不器用になるようだな。貴様ほどではない、金塚。お前と戦うことになるとはな。これはいい。これならばどちらが勝っても義の勝利だな。だからといって俺は手を抜かんがな。お前らしいな、三成。お前は私の子も同然。体に気をつけて頑張るんだよ。おねね様、邪魔です。あと、もう子供ではありません。さて、あの家康殿が相手じゃ、この戦一筋縄ではいかんだろうな。秀吉様。なんじゃ、三成。殿は何のために天下を取るのです？みんなが笑って暮らせるよう作るため。それがわしの約束なんさ。普通にありじゃろ。奥羽の王政宗も圧倒的な数の前に屈した。だが数にひれ伏した者はまた数で殺る。それを防ぐには数をどこまでも積み続けねばならない。だがもう天下に手が届こうとしている。その先はどうなるのだ。数が全てだと思うから先がない。答えがあるなら聞こう。義ではないでしょうか。義？人の心にある大事なものを守りたいという気持ちだ。第一大満大吉という字がある。一人が皆のため、皆が一人のために尽くせば天下は幸せとなるという。信じられんな。試してみぬか。直江兼続、真田幸村。石田三成、知遇を得て嬉しく思う。こたびの働き、左近に過ぎるものはないな。この戦いが終わったら大きく加増しよう。他の者をお引き立てください。俺が買われたのはろくにではない。不義を憎む殿の志にですよ。待て。同志と呼ばせてもらおう。